オーストラリアプレートがユーラシアプレートの下に沈み込み、その部分がジャワ海溝となっている。このプレートの沈み込みによって、過去幾度も地震を起こしている。ジャワ海溝とは、講義ではアンダマンニコバル諸島の西沿岸からスマトラ島、ジャワ島、小スンダ列島、タニンバル諸島の南西沿岸を経由して、海諸島南東沿岸に至る長さ約 7000km の海溝。 スンダ海溝とも言う。競技のジャワ海溝は、上記のうち、スンダ海峡沿岸からスンバ島沿岸までを指す。また、上記のうち、アンダマンニコバル諸島沿岸の部分を、アンダマン海溝、スマトラ島沿岸の部分を、スマトラ海溝、スンバ島沿岸伊東を、ティモールトラフとも言われる。スンダ海溝は沈み込みたいのでフォルマションフロントであり、北側のユーラシアプレートの下に、 南側のインドオーストラリアプレートが沈み込んでいる、収束型境界である。南西側に凸の弓なりの配置をしている。最深部は水深7725メートルで、ジョグジャカルタの南320キロメートル付近にある。ユーラシアプレートとインドオーストラリアプレートの境界であり、インドオーストラリアプレートがユーラシアプレート下に潜り込んでいる。 2004年のスマトラ島沖地震は、ジャワ海溝北端部を震源としている。この地震を契機に、ジャワ海溝付近では大きな地震が頻発している。ありがとうございます。